やっと、やっと、じゃ。あの時なせなんだことが、やっと、許せ。わしがここでなすべきことは終わった。あとはお前に任せる。グロリスの雫を必ず王に届けるのじゃ。ではな、数奇な運命に導かれし者よ。また会うこともあろう。さらばじゃ。お待ちしておりました。グロリスの雫を手に入れたのですね。エイドス様から話は聞いています。それを王に飲ませれば王は治ると。さあ、そのグロリスの雫を私に。これでバグドウを元に戻せる。ありがとうございました。王にこれを飲ませるのは私たちの役目です。どうかそこで見ていてください。ジグリ大臣か。我は一体。おおよ、元に戻られたのですね。信じられん。あのひどい頭痛が消えておる。永遠に続くかと思われた
あの頭痛が。こんなすがすがしい気分になれる日がまた来ようとは。ない、ネックレスが。誰か、我のネックレスを知らぬか。恐れながらご報告させていただきます。王はあのネックレスの呪いで死の淵をさまよわれたのです。何？バカな。あのネックレスはガートラント城からの友好の証として送られた品に入っていたのだぞ。友好の証と見せかけて呪いの品を送るなど、そのような姑息な真似をガートラントがするはずがない。ええ、私もそう思います。おそらくはガートラント以外の何者かが王のお命を狙ったのでしょう。あの忌まわしいネックレスは王の首から決して離れず、怪しい光をたたえ続けていました。神父や僧侶にもなすすべなく、ただ弱っていく王を見守ることしかできなかったある日、突然とてつもなく大きな人間の女が現れました。それがあの賢者マリーンだったのです。噂は聞いた。王を助けたいなら黙って見ていろとマリーンは言い、彼女が呪文を唱えると、私たちが何をしても外せなかったネックレスがあっさりと外れたのです。これは魔晶石のネックレスだ。危うく王は死ぬところだったとマリーンは言いました。そして王に癒しの術をかけ、王の容態が安定したのを確認すると、マリーンはこのネックレスは危険だと言って、この国から魔晶石のネックレスを持ち去ってくれたのです。そうだったのか。あの名高い賢者マリーンが我を。マリーン殿だけではありません。王を頭痛から解き放つためグロリスの雫を手に入れてくれたのがここにいるこの者。そしてこの者に王を治すための知恵を授けたのはあのエイドス様なのです。なんと、エイドス様がいらしていたのか。全く記憶にないぞ。いくらひどい頭痛の中にあったとはいえ、ともかく我は正気を失っている間に多くの人々に迷惑をかけたようだ。そなたにも礼をせねば。褒美といえばキーエンブレムだが、しかしキーエンブレムとは英雄の証。頭痛を治した程度で与えてよいものか。やはりこの国を救うような大きなことをやり遂げたものでなくては。何？我がガートラント城に宣戦布告したと。それが本当なら、この者の働きがなければ我が国は。そういうことならば、相分かった。心から感謝する。そなたの活躍、グレン城のキーエンブレムを与えるに値する働きであった。さあ受け取るがいい。その黒のキーエンブレムはグレンの英雄であることを示すもの。他国でもそなたの力の証となるだろう。ジグリ大臣よ、すぐにお触れを出せ。ガートラントと戦はやらん。皆日々の暮らしに戻れとな。かしこまりました。
戦が起きていれば多くの血がこのオーグリード大陸に流れるところであった。本当に良かった。このグレンの民に辛い思いをさせずに済んで、そして何よりオンガ同士に取り返しのつかない憎しみ合いをさせずに済んで。